皆さんこんにちは、こじこじです。今回はこちら、仮面ライダーエグゼイドデラックスガシャコンバグバイザー紹介していきます。こちらのアイテム、仮面ライダーゲンムが使用するメインウェポン、または敵怪人の幹部グラファイトが変身時に使用する変身アイテムになっています。ということでね、敵怪人が変身時に使用するアイテムということでね、すっごい熱くてかっこいい商品ですね。それでは早速開封紹介していきます。それではパッケージ正面見ていきたいと思います。変身パッドデラックスガシャコンバグバイザーということでね、仮面ライダーゲームと、はい、本体が載っています。ビームが出ててね、とっても強くてかっこいいですね。パッケージ裏側、遊び方がね書いてあります。1、グラファイトバグスターに変身だということでね、はい、こんな風にねグラファイトに変身することができます。2、ビームガンモードで攻撃だということでね、はい、このような、まあ、イメージなんですけどね、本当はビーム出ないですよ、はい、イメージなんですけど、こんな感じでね遊べますというね、かっこいい。3、チェーンソーモードで攻撃だということでね、こちらちょっとねチェーンソー短い感じもするんですけども、はい、チェーンソーでねギューンってね攻撃するそうです。それでは早速開封していきます。はいはいはい、すっごい楽しみですね。もうワクワクですね。綺麗に開けたい、綺麗に開けたい、はい、ということでね、出します、出します。じゃか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 、じゃん、おー、来た来た。説明書の方が上についています。説明書意外にねなんか短い感じですね。はい、肝心の中身、肝心の中身ね見ていきます。いきます、じゃん、おー、あー、かっこいい、かっこいい、これかっこいいわ。 A ボタンと B ボタン、 A ボタンと B ボタン、あー、連打したくなる、連打したくなる、かっこいい。中身はこんな感じになっています。はい、本体とグリップ部分になっています。非常にシンプルな構成であると思います。で、こちら単4電池がね2本必要になってきます。で、電池入れるとこなんですけども、このチェーンソーモードのね、チェーンソーの先っぽの裏側、こちらですね、こちらに電池を入れるようになっています。それでは電池入れていきます。それではですね、電池を入れて、ちょっと入れて、閉めていきます。はい、これでね完了です。それではね遊んでいきたいと思います。はい、まずねここのシール取っちゃいたいと思います。はい、ピラーンということでね、はい、こちらパッドモードで B ボタンを押すとウイルス散布音が鳴るようです。グラファイトがね、なんかウイルスを散布してる様子とかありましたよね。その感じですね。こんな感じですかね。すごいですね。で、A と B を押すと、ノイズ音が鳴るということでね。ノイズ音、何の音かな？はい、ということでね、こんな感じで鳴ります。続いてグラファイトに変身遊びしていきたいと思います。変身遊びするとき、まずグリップをこのように手に持ちます。で、こちらパッドのね A ボタンを押します。バイオ、はい、大気音が流れるので、この状態でこちらですね、はい、グリップと本体をこのようにつなげます。やばい、超かっこいい、超かっこいいですね。これもういいな、超大人向けですよね。うん、はい、続いてこのままでねビームガンモードで遊ぶことができます。 A ボタンを押すとビームガン攻撃です。はい、こんな感じですかね。はい、別にね光ったりはしないんですけども、はい、このビームガンいいですよね。こうこんな感じいいですよね。で、はい、B ボタンを押すとスペシャル攻撃サウンドが鳴るそうです。はい、 B ボタン押してみます。おお、おお、かなり強力な攻撃でね敵を倒してる感じありますね。
みたいな感じですね。はい、かっこいい。で、こちらね、はい、上にね、紫のボタンがあるんですけど、紫のボタンを押しながら、はい、グリップを引き抜くことができます。はい、グリップ引き抜けましたでしょうか。そしたら続いてね、チェーンソーモードで遊んでいきたいと思います。はい、チェーンソーモードも、はい、グリップが必要です。はい、グリップをね、はい、こちら、チェーンソー側ですね、チェーンソー側。先ほどはね、こちら、ビームガンモード側に刺したんですけども、はい、こちら、チェーンソーモード側に刺します。はい、ということでね、はい、これでチェーンソーモードですね。これもこれでかっこいい。もうちょっとね、このチェーンソーの長さ、ね、2倍ぐらいあるとね、個人的にとってもかっこいいと思うんですけど、まあ、これでもね、かっこいいですよね。で、B ボタンを押すと、はい、チェーンソー攻撃音ですね。はい。こんな感じですね。いい、すごくいい。で、A ボタンを押すと、スペシャル攻撃音ですね。はい、なんかすごい、クリティカルヒットした的なね、音が鳴りました。いいな、これかっこいい。これはね、あの、大人が遊んでも非常に楽しい。最後に、既存のね、ライダーガシャトで変身できるのかな？できるのかな？ということでね、はい、試してみたいと思います。こちら一応ね、既存のライダーガシャと入るようになっています。はい、とりあえず、はい、このようにね。はい、入ります。結構ね、しっかり刺さないと反応悪い感じですね。で、こちら、赤いボタンがあるんですけども、こちらを押します。はい、このようにね、変身遊びすることができます。でね、こっからはね、今後発売されるね、アイテムとの連動なんですけども、あ、で、ここね、この上のボタン、赤いボタンの上のボタン押しながら、はい、抜く感じですね。で、ここからはね、今後発売されるアイテムとの連動なんですけども、こちらね、後ろにボタンがね、2つついてるんですよね。ここを2つ押すと、はい、待機音がね、実は鳴るんですね。で、ここでね、こう待機音を、はい、鳴らすの、はい、ね、ライダーガシャット。このように、はい、はい、入れまして、このようなね、このような謎のね、変身音が鳴るというね、ギミックも仕込まれています。今後のね、仮面ライダーエグゼイド、見逃せないですね。もうすごい、もう超ワクワクしてきた。これも超かっこいい。いいな、かっこいい。なんか、これだけでなんかね、銃みたいに見えますよね。はい。ガンモードにも見えますよね。これガンモードとして使うかもしれない、もしかしたら。使いそうだよね。ガンモードいきそうですよね、こう。ね、こんな感じでね。うん、ガンモードいけそう。ガンモード来るんじゃないかな。うん。ということで、今回は、こちら、変身パッド、デラックス、ガシャコン、バグバイザー、紹介してきました。もうほとんどね、僕が遊んでただけの感じもあるんですけども、はい、こちらの、めっちゃくちゃ楽しい、何ですか、子供向けだと思って侮ってはいけない。もう完全にね、大人向けの作りですね。このチェーンソーの周りのディテール、紹介してないんですけど、ディテール。ここら辺のディテールとかすっごい凝ってるんですよ。で、紫に黒というね。で、まぁ、ちょっとね、カラーとして赤が入ってるんですけど、非常にかっこいいんですよ。音声も渋い感じ。うん、非常にいい。で、それでいてね、ライダーガシャットも入れて遊ぶことができるということでね。すっごくいいですね。ゲーマードライバー結構高いじゃないですか。6000円とかするのかな、何千円とかでするんですけども、こちら3000円です。これだったらね、学生さんでも買いなんじゃないかと思います。ライダーガシャットでね、変身遊びもできますし、今後ね、いろんな展開がね、予想されると思います。で、これからね、12月にかけて、ライダーガシャット、ガシャポン版がね、発売されるんですよ。ガシャポン版と、これでね、連動させて遊ぶとか、
かなり楽しいんじゃないかと思います。僕的にあまりお金をかけずにね、仮面ライダーグッズ集めたい的な人にはね、うってつけのグッズだと思います。これとガシャポン版のガシャットで遊ぶ、結構ねコスパ高くて遊べる幅がね広いと思いました。ということで今回の紹介は以上です。すっごい楽しかったです。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。この動画が面白いと思った皆さん、また僕にね興味を持ってもらった皆さん、チャンネル登録お願いします。また関連動画この辺とこの辺にあると思うので、よかったら見ていってください。